不可脱離反応により、エステルアミドなどのカルボン酸誘導体をワンポット合成するための反応未剤である。特に、ペプチド合成には、温和な条件下で不可脱離反応を進行させる必要があり、その合成法開発の過程で多様な縮合剤が開発された。カップリング剤の範疇に含まれる。縮合剤には、カルボン酸無水物、酸アジド、 活性エステルなど反応系中で活性カルボン酸、誘導体を生成するものがほとんどであるが、向井山主役のように酸化還元反応により、形式的に水を除去するものも存在する。つの主薬なども、この一種である。反応機構的には、カルボン酸の脱水縮合反応は、可逆反応であるため、反応の生成物である水を反応系より除去するか、 有利カルボン酸を脱離活性の高い脱離器を持つ酸塩化物、酸無水物などに変換してから反応させることで化学並行を生成系側に移動させることで収率よくカルボン酸誘導体を得ることができる。古典的反応を挙げると前者の代表例がフィッシャーのエステル合成であり後者の代表例がショテン・バウマン反応である。 これらの反応は簡単な気質の場合今でも用いられるが、強熱や強酸成分といった条件を必要とし、これらの条件下では、ラセミカを弱気する、ペプチド合成には適応し難い反応であった。またフラグメント合成法などでは、脱保護された反応原料を速やかに縮合させる必要があり、活性種を単理することなく、中性かつ温和な条件下で、 定量的に不可脱離反応を進行させる反応未剤が求められた。1950年代、アミドの脱水縮合剤として最初に登場したのは N、N ジシクロヘキシルカルボジーミドであった。これはカルボン酸を経内で対象酸無水物に導き、ワンポットでアミド結合が形成できる点で画期的なものであった。DCC はペプチド合成に用いられて、 大きな成果を上げたが、ラセミカの問題は残った。しかし後に、ホブトが導入され、このものの活性エステルを経由することで、ラセミカがかなり抑制されることが報告された。DCC はかぶれ、アレルギー誘発などの欠点があり、また複製生物としてできる、シクロヘキシル尿素の溶解性が低く、除去しにくい。これを改良した、 WSCD が登場し、WSCD ホブとポーは、アミド結合生成の標準的手段として普及した。ジフェニルリン酸アジドこれと別系列の縮合剤として、塩入り高ゆきらは、ジフェニルリン酸アジドを開発した。カルボン酸を酸アジドへ導き、アミンと反応させるもので、活性化が温和なためラセミ化が少ないという利点を有する。またカストロラは、 リン酸アミドとホブトを結合させたような構造の BOP 主薬を開発した。これはカルボン酸と直接に活性エステルを形成しアミド結合を作る高性能な主薬である。が、複製生物の半端が発岩性の強い化合物であるためこの欠点を改良したピバップ、トブトゥなどの主薬が登場している。ニクロロマイナス4 六ジメトキシトリア人に基づく脱水縮合剤が国、島高志高らにより開発されている。1997年には N メチルモールホリンに孵化させたを開発した。これは水やアルコール中でもアミド化を行うことができる。一般にアルコール酸素の嗅覚性はアミンチッ素のそれより低いためカルボン酸側をより強く活性化する必要がある。 縮合剤を用いる場合、混合酸無水物法を用いる手法が多く行われる。山口ラクトン化反応などに用いられる、2、4、6、トリクロロベンゾイルクロリドが代表的で、シーナイサムラによって開発されたニメチルマイナス6、ニトロソク抗酸無水物を用いる方法も報告されている。カルボジーミドはエステル結合生成にも有用である。この場合、 触媒量の4、ジメチルアミノオピリジンを加えておくことで反応性が向上する。また、触媒として作用する、ジメシチルアンモニウムペンタフルオロベンゼンスルホナートなどもある。ありがとうございます。